はい、どうもカッパ園長です。じゃあね、今日はね、昨日とか一昨日もこのてかずっとかね、この不良外来種に食い散らかされている、食われ続けてるっていうか、もう被害者じゃないよね。こっちがくれてやってるよね、餌として。で、日本が日本を自らこの切り取って、まあ、日本じゃないやつも切り取ってますけどね、くれてやってる感じだよね。感じというか、もう僕はもうそんな風に見てますけど、もう反日、売国税がね、いつも言ってる通りもうあちこちに、はびこりすぎちゃってね、ドイツもこいつも堂々と日本に背向けて、格好としてはそういう格好は取らないやつもまだいますけど、まあよく言われるこの正体隠さなくなってきやがったなっていう、そういうのもどんどん増えてますもんね。うん、例えばこのなんかね、このアルフィアさんみたいな自民党のね、こういう人が出てくるっていうのがもうある意味なんていうの、典型というか、ああいよいよそういう風になっちゃったんだってね、普通ありえないじゃないですか。日本の国会議員でね、一応ほらバッチつけて選挙で選ばれた人だからさ、ね、なんでだよって今更言ってもしゃあないんですけど、ね、こういうことがまかり通るね、ありえちゃう、成り立っちゃうのがもう今の日本社会だってことですよね。昨日、おとといか。ね、その割に僕も含めた日本人、日本社会があまりにも興味なさすぎじゃないですかって。うん。それはやっぱり調子づくんですよ。ノーガードでも堂々と反日売国やれちゃうからさ。うん。こそこそする必要がもうないんだよね、結局。だからどんだけこのネットでね、このなんか X とかさ、Facebook でもいいよ、YouTube でもいいけどさ、ね、どんだけこの炎上しようが、もう何とも思ってないよね。被害者面でね、うん、なんか精神的苦痛がとか、いや、それぐらいのことは言いますよ。だって被害者ポジション大好きじゃん、あいつらは。ね、でも腹の中じゃ別にどうってことないですよ。だってそれで別に、ね、なんかもう今すぐバッチ外して国会議員辞めなきゃいけなくなるかって言ったら、そんなことにはまあならないわけじゃん。逆になんか国民恫喝しに行くよね。開示請求とか言ってさ。ね、特定野党界隈の奴らもよくやるじゃん。うん。説明責任がとか言いながら、てめえに向けられると説明責任果たさないじゃん。どうにかしないといけないはずなんですけどね。どうにもならんよね。でね、ほら、昨日見たあの小泉法相。ね。すごいんだよ。またこの中中スキーム作るんだよ。外国人のために外国人支援コーディネーターを作るんだってさ。またガンダムシードのパクリかよ。あっちはまあまあ面白いけど、こっちは何にも面白くねえっつってんだよな。なんだよ外国人支援コーディネーターって。もう完全にこれ支援団体でしょ？もう中中スキームじゃん。で、しかもね、それを300人要請するんだって。だから要請所を作るんだって。舐められてるね、我々日本人有権者がね。なんすかね、この外国人のために外国人支援コーディネーター300人養成するための施設を作るんだって、税金 で。それに対してこのエリアルフィアさんは、外国で外国人支援なんてしていないからすごいとか言って、もう突っ込みどころしかないやりとり、よくこんなこと堂々とやるよね。はあ、だって外国人のために、ね、コーディネーター300人用意する、うん、そのために財源がっつってまた増税ですか、うん、いやそれぐらいのこと平気でやるよ、うんね、で我々日本人にとっては何の還元もないじゃん。だって、ね、悪影響しかない。もうデメリットなんて言い方が生ぬるいレベルだよ、これは。ね、完全に日本国、ね、もう前からね、もう去年も一昨年もずっと言ってますけども、ね、日本政府、日本人、ね、なんか、まあ、自治体もそうだな。ね、日本社会は、もう基本的に我々一般の日本国民、日本人の頭数を、ね、もっともっとどんどん減らしたいんですよ。税金巻き上げるのに困らないぐらいの数まで、落としたいんですよ。だから本気で少子化対策なんてやれやしないじゃないですか。ね。うん。
だからもっともっと日本人の、日本国内で日本人の割合を減らして、ね、そうじゃない、よそからね、この、なんか、招き入れた、ね、連れてきた、ね、外来種をもっともっと増やしたいんですよ。うん。だからやっぱりね、こういうこと平気でね、やろうとするわけだよね。え、だって我々の何の1ミリも何のプラスにもなってないんだよ。うん。ね、労働力がとかそんなのはね、詭弁ですよ。うん。だって日本人のな職人さんでもね、働き手でもね、何でもいいよ。うん。育てればいいじゃん。だから官民一体となってね、もうちょっとなんかこの日本を、ね、日本人にとってじゃなくてそうじゃない、ね、反日売国税にとって都合のいい社会にもうちょっとこの作り変えるには、ね、まだまだやっぱ頭数が多すぎるから邪魔だと、うんね、そうじゃなかったら逆に聞きたいですよね。何のためにこんなにこのなんか日本人じゃない輩のために、ねうん、あの手この手日本の税金、我々が納め続けてる税金を使って何がしてんだよと、何のためにそんなことしてんだよって単純に不思議じゃないですかね。だって日本人のためにお金税金使ってくれないとさ、ね、これもおそらく年間数十億、下手したらねこの間のこの子供に失礼なレベルのこの子供庁ね、子供大臣あそこと同じぐらいのこの予算組んでくるかもしんないよね。外国人支援コーディネーター養成いらねえよそんなの。まあ年間安く見積もっても数十億っていうのをこのねそろばん弾いてくると思うよ。でそれをこのチューチュースキームするんですよ。とんでもねえやつらが大臣とかさね国会議員やってるわけですよね。一応格好としてはね、僕はもうなんかもう本当茶番のね、出来レースっていうのもなんか、レースですらないみたいな。あ、だから出来レースか。うん。ね、茶番だと思ってますけど。でもこの制度で行く以上はね、選挙に行かないわけにはいかないじゃないですか。でも結局ね、なんかそこで民意が反映されるのかっつったら、そうじゃないから余計なんか興味もないし、ね、無駄だからっつってやっぱり背向けちゃう人が後立たないのも、ね、いや、そうしろとは言いませんよ。ね、でも、そうなっちゃう気持ちもわからなくはないですよね。でもさ、じゃあどうしたらいいんだよってなりません？ね、誰かなんか、すげえなんかもう本当革命クラスの、なんかすごいこと考えて実行に移せるような、そういう人出てこないですかね。やっぱあれかな、大政奉還とかが本当にリアルに考えなきゃいけないんですかね。はい、以上です。